ちは、みなさん。ご機嫌うるわし。石井ミシーよ。今日は、コロンボさんが来る前に、石井ミシーの体操教室を開催したいと思います。それでは皆さん一緒に。石井ミシーさん、ありがとうございます。体操教室開いててくれたんですね。でも、じゃあバトンタッチしましょう。はい、ありがとうございます。さてさて、コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ皆さん、ついにやってきました、支援へグランプリ結果発表、よいしょー。はい、ということでね、今日は去年のね、12月から1月末まで募集させていただきました、支援へグランプリのね、当選された方の発表をしていきたいと思います。せー、10枚の方をね、今回ね、選ばせていただきました。でもね、皆さん本当にたくさんの支援へイラスト、本当にありがとうございました。合計しまして、なんと290枚もの支援へをいただきました。本当に皆さんありがとうございました。すべてにね、コロンボさんは目を通させていただいておりますので、ちゃんと届いております、ご安心ください。今日はね、10枚その中でもね、選ばせていただきました。本当はね、みんなの絵も本当に素晴らしかったんでね、選ぶっていうのは本当に心苦しい作業でしただったんですが、みんなもね、当選しなかったとしても、どんな絵があるのかなっていうのはね、楽しんで見ていただければと思います。はい、で、ね、今回このね、グッズたちですね、コロンボさんの限定オリジナルグッズが当たると。紹介はね、前の動画を見ていただければと思うんですが、ポーチーとマサオのアクリルキーホルダーと、筆箱とかね、メガネとか、あとかんざしとか入れ歯とか何でも入ります。マルチケース、マサオのマルチケース、それとこちらのマグカップですね、ポロチーのマグカップ、こちらをセットにして10名の方にプレゼントします。で、こちらはマウスです。コロンボさんが使ってるマウス、意味はありません。ここからパソコン操作してますので、では早速結果発表の方行ってみましょう。では1枚目がこちらの作品でーす。どうでしょう皆さん、こちらの作品ね、なぜ選んだのかというと、もうね、このボクシーブーのかっこよさがまずね、ありましたね。鋭い爪に、そしてかっこいい木は、コロンボさんもね、鋭い目でね、それを見ているようです。で、一番良いなと思ったのは、なんとこの作品はですね、コロンボさんのサムネをイメージしてくれて多分作ってあるんですね。ほら、この右上のこれね、これはおそらくね、コロンボさんがサムネに使っているコロンボさんのマークです。びっくりマークでね、サムネっぽく作ってくれたということでね、ちょっと選ばせていただきました。ありがとうございます。さあ、次の作品です。はい、じゃあ次の作品がこちらです。はい、こちらの作品ですね、コロンボさんがなぜこれを選んだのかというと、お家にね、いるんですね。お家かな、これレインボーフレンズのステージかな、わかんない、まあ、お家だと思いました。コロンボさん、コロンボさんとグリーンとブルーがいると。で、なぜかバギーだけ外なんですね。かわいそう。でもね、このバギーだけ外にいる感じが面白くて、コロンボさんはこちらの作品を選ばせていただきました。あとは文字でコロンボさんへ10万人頑張れと、みんなが応援してくれたおかげで10万人来ました。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ次の作品行ってみましょう。次の作品がこちらです。はい、出ましたね、非常にいっぱい書いてくれました。こちらの作品ね、なんでね、いいなと思ったのかというと、まずこのね、非常に細かくね、いろんなキャラを描いてくれましたね。コロンボさんが今までゲームでやってきたキャラクターほとんど描いてくれたんじゃないでしょうか。いろいろいますね、まあレインボーフレンズもそうですし、まだ終わってないベンディーもいますし、このハテナなんでしょう、オブンガでしょうか。いろいろいます。で、もう一つね、いいなと、面白いなと思ったのが、このね、左上に余白がありますね、こんな感じで。なぜここはキャラクターがいないんだろうって考えたときに、おそらくね、一生懸命描いてて、手を置く、紙を押さえておくスペースがなくなったんですね。だから腕をこう、あの余白のスペースに置いて描いてたんじゃないでしょうか。なんとなくそんな想像もさせてくれるような、素晴らしい作品だと思います。本当にありがとうございます。
はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、次の作品がこちらです。はい、こちらですね。これはね、まずね、コロンボさんはどこだろうと、コロンボさんはね、すごく探したんですよ。この作品を見たときに、どれがコロンボさんなんだろうって。ボクシーブーはいますね。どれだどれだって思ったときに、ここ見てください。この黒いもじゃもじゃ、これがおそらくヒゲなんじゃないかと。だからつまりこの辺りがコロンボさんなんだろうとコロンボさんは思ったわけですね。一生懸命描いてくれたんだなっていうのが伝わってきました。でね、コロンボさんもしっかりこのヒゲでもって表現してくれたのかなと思うんだ。もしかしたらコロンボさんじゃないかもしれないんですが、この絵でね、コロンボさんはすごくね、どれがコロンボさんだろうと思ったのでちょっと選ばせていただきました。ありがとうございます。一生懸命描いてくれて嬉しいです。サンキュー。はい、じゃあ次行ってみましょう。次の作品がこちらです。はい、こちらの絵ですね。これもね、あのブンゾバニーブルーデイケアアテンダントと、あとはコロンボさんが描いてくれてるんですね。コロンボさん応援してますと、ありがとうございます。で、一番気に入った点はですね、やはりこのコロンボさんの気合の入った顔ですね。必ず YouTube でトップ取ってやるっていう目が、かなり気合の入ったこの目がね、とってもいいですよね。ありがとうございます。このぐらいいつも目を見開いて、あの撮影に挑みたいと思います。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。さあ、次の作品はこちらです。可愛らしい絵ですね。こちらはおそらくハギーがね、ケーキをコロムさんを何かこうイメージしてるんですが、コロムさんはね、この絵を見てね、なんでコロムさんとケーキを思ってるんだろうと考えた時に、多分ハギーはケーキを食べた後に、あ、コロムさんも食べたいなと。でほら見て、よだれがダラダラでしょ。このケーキ2つ分食った後にコロムさんを食べに行こうと、そう画策してるイメージをしました。はい。いや、本当は多分ね、このケーキをコロンボさんと分け合いたいなと思ってると思うんですが、やはりそこはハギーワギーなんでね、この本能的なよだれはおそらくね、コロンボさんを食べてしまおうと、そう考えてると思ったわけですね。違ったらごめんなさいね。でも素敵な絵ありがとうございました。サンキュー。じゃあ次行ってみましょう。さあ、次の作品はこちらです。はい、ありがとうございます。めっちゃ上手ですね。これをコロンボさんが選んだ理由、はい、シンプルにうまい。うまいっていうのはね、いろいろありますが、しっかりとね、まあ、この大人の方が描いてくれたんでしょうね。子供たちの絵もとっても上手です。コロンボさんはとってもイケメンなコロンボさんが描いてくれたことに感動しました。あと見てね、よく見るとほら見て、肩にね、コロンボさん大好きなヘッドストーンがね、肩に乗ってるんですよ。これはね、おー、これはさすがだなと思いましたね。あとマサオくんもしっかりいまして、ポピーちゃんもね、可愛いですよね、すごくね。で、他のキャラクターもしっかりとね、写実的に描写されてますね。写実的って表現がわかんないんですけども、でもね、とっても上手だったんで、シンプルに選ばせていただきます。ありがとうございます。じゃあ次です。はい、次の作品がこちらです。はい、ありがとうございます。コロンボさんと書いてあって、とってもね、カラフルな色合いを使ってくれて、コロンボさんを表現してくれたんですね。まずね、これを見た時にコロンボさんはね、芸術は爆発なんだなっていう風に思いましたね。だからまあ、太陽の塔を連想させたと、そういうことです、ね。コロンボさんっていうね、一応プロ、ね、親御さんが多分ね、こう書いてくれたんだと思うんですけども、このね、帽子のね、つばの色をしっかり表現してくれてることで、やっぱちゃんとコロンボさんってことが分かりますね。これはもうコロンボさんっていうのを超えて、一種のアート、芸術に開花した作品だなとコロンボさんは思いますね。ありがとうございます。いや、芸術は爆発ですね。はい、本当にありがとうございます。じゃあ次行ってみよう。次の作品がこちらです。はい、レインボーフレンズをね、全体に描いてくれたんですね。しっかりとね、全てのレインボーフレンズが映ってるように見えますね。まあ、ゲームに登場してないキャラも出てますけども、でもね、多分レインボーフレンズを一生懸命描いたんでも、コロンボさんも描かなきゃって言って、はい、見てください、コロンボさん矢印、はい、マサオです。頑張ってこの隙間に多分コロンボさんを描いてくれたんだけど、それがもう完全にマサオなんですよね。そんなストーリーが見えて、コロンボさんは一人でこれ笑ってました。はい。
それ面白くて、でね、上手にみんなほとんどのキャラクターを描いてくれてたので、ちょっと選ばせていただきました。本当にありがとうございます。そしたらじゃあ最後の作品です。いきますよ。最後に選ばれた作品が、こちらです。はい、どうでしょう、皆さん。ありがとうございます。はい、これの作品はね、マミーとコロチーとマサオ、で、コロンボさんが。ちょっとね、レインボーフレンズも映ってる。ね、一番やっぱ感動したのは、マミーの腕がね、10万人頑張れってこう表現してくれてるんですね。これはね、アイデアがね、面白いなと思いました。マミーは腕がね、いっぱい伸びるので、それでこう、ね、コロンボさん囲んで表現してくれた。でね、よく見ると伸びた腕にこうレインボーフレンズが乗ってたりしてね、とってもいいアイデアだなと思いましたね。本当にありがとうございました。マサオはこれ何か怒ってるか、マサオさては何に怒ってるのかはわからないんですが、何か湯気が出てますね。はい、それも面白いと思います。はい、そしたらね、この10枚を今回は選ばせていただきました。選ばれなくてみんなの絵もしっかりとね、コロンボさんは全部見てチェックさせていただいております。今後動画の最後に、クラシングランプリで応募してくださった絵を今後載せていくこともあると思いますので、ぜひそれも楽しみにしていただければと思います。はい、そしたらね、当選された、方には前の動画でも紹介したようにですね、コロンボさんの SNS のアカウントから、DM の方を送らせていただきますので、 DM に、書いてあります Google フォームというものからね、必要情報の方入力していただきまして、ぜひね、グッズの方をゲットしていただければと思います。3月中ですね、3月中にはこちらのね、コロンボさんの限定グッズが届くと思いますので、楽しみに待っていただければと思います。はい、ということでね、今回は CA グランプリの発表ということで選ばせていただきました。もちろん今後も、支援への方は随時募集しておりますので、皆さんね、気が向いたらぜひ書いてみてください。動画の方で紹介させていただこうと思います。はい、ということでですね、CA グランプリは終了という形になりますが、イラストの方をどんどんこれからも募集しておりますので、皆さんまたお待ちしております。ありがとうございます。ハギーからも最後に何か言ってもいいよ。さあみんな、とっても上手な新絵ありがとな。俺様を描いてくれてる絵もたくさんあったから、とっても嬉しかったぜ。今度はコロンボさんじゃなくて、この俺だけを描いた絵をもっと送ってくれたら選んじゃうかもしれないぜ。おいハギー、お前またこんな勝手なこと言って、おい、はい、まあハギーが勝手なこと言ってましたが、ハギーの絵もお待ちしてますので、皆さんまた描いてくださいね。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。皆さん動画でまた会いましょう。ココココロンボー、バイバイ。